カリスマカンタローは、日本の実業家兼ダンサー。株式会社アノマリー代表取締役 CEO。株式会社 D リーグ代表取締役 COO。株式会社、イクスプグ取締役。一般社団法人日本国際ダンス連盟フェダ、ジャパン会長。ストリートダンスソロバトル大会、ダンスアライブヒーローズを2004年よりプロデュース。 2017年株式会社エクスプグの取締役、就任後2020年4月に N 高等学校と連携しエクスプグ高等学院を立ち上げる。2021年1月にダンスのプロリーグである D リーグを開幕。多方面でプロデューサー、演出家として活動している。長崎県出身。長崎日大高校卒業。明治大学法学部卒業。 母親がダンサーであることから幼い頃からダンサーとして世界を駆け巡りたいと周囲に話していた。2004年6月3日、明治大学在学中に有限会社アノマリーを設立。日本一のイベントを作りそこで踊れば有名になれると考え、ダンサーとして活動しつつダンスイベントを作り始める。現在そのダンスイベント、ダンスアライブヒーローズは両国国技館を埋め尽くす。 日本一のダンスイベントへ成長している。近年はダンスを中心とした日本のストリートダンスコンテンツを海外に広く発信するために主催のダンスアライブシリーズをプロデュースし世界中で開催することを目指している。ダンスがグローバル最強のコミュニケーションであることを謳っている。2021年1月10日には日本初世界へダンスがある人生をスタンダードに ダンスのプロリーグである D リーグを開幕させる。趣味はダンス、サッカー、アメリカンドリームの妄想。幼少期は母親がダンサーという影響でダンスミュージックを聴く毎日を過ごし、母親の発表会でダンスを踊ることをきっかけに自身もダンスを始める。状況後、ダンスを通してできた仲間たちとハウスダンスチーム、ザも結成。 ジャパンダンスでライトへの出場や TV 番組スーパーチャンプルへの出演などハウスダンスの普及に貢献した。好きなスポーツはサッカー。小学4年生の時に始めるがチームとの相性が悪く一度やめている。中学から本格的に始めプロサッカー選手を目指す中で早稲田大学のサッカー部入部を強く希望し文系も理系も受験。日本史は 偏差値80を超えるほどのマニアで、早稲田大学教育学部心理学科受験時の自己採点は50点満点中49点。しかし英語が2点のため不合格。その後、明治大学法学部に入学している。大学時代はサークルでやる程度で、浪人時代にプロは諦めている。いずれサッカーチームを運営したいと周りに話している。誰も君のことなんて気にしていない。 カリスマブームの時にみんなにカリスマと言われていたがカリスマブームが去った時にあえてカンタロウの前にカリスマをつけ始めた。と過去のインタビューで明かしている。また結果としてダンス界では注目を浴びたが同時に出るクイーンは打たれるということを身をもって体感することとなった。とも語っている。関係ないが幼少期に落雷をくらったことがあるらしい。基本的にはカリスマか。 勘太郎と呼ばれることが多い。親しい友人はかんちゃんと呼んでいる。ありがとうございます。